食べて紹介流山。この動画は実際に食べに行ってきた流山のお店をご紹介させていただきます。今回は流山市中野区にあるメンズクラブ流山インター店さんをご紹介させていただきます。メンズクラブ流山インター店さんは東武アーバンパークライン線江戸川台駅から約1キロのところにあります。お車だと流山インターから流山街道沿いを野田方向に進んでいただいて左側にあります。営業時間ですが、月曜日から金曜日、日曜日は11時から23時、土曜日、祝日の前日は11時から24時になります。定休日は元旦のみとなっております。新型コロナウイルス感染拡大のため営業時間、定休日が変わる場合もございますので、ご来店時には事前にお店の方へご確認いただければと思います。今回食べてきたメニューは冷やし中華税込み850円です。メンズクラブ流山インター店の夏の人気メニューになります。冷やし中華についてですが、まずは盛り付けがおしゃれ。卵、もやし、ほうれん草、チャーシューなどの具材と酸味のあるスープとの相性が最高。よかったら食べてみてください。他にもメンズクラブ流山インター店定番のコテコテのラーメンや期間限定のメニューもありますが、それらはまた食べた時にご紹介できればと思います。また今回もお店のイラストを描かせていただきました。今後もお店のご紹介ができればと思っております。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市中野区にあるメンズクラブ流山インター店さんをご紹介させていただきました。お店が気になった方、ぜひ一度行ってみてくださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。